どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。よっしゃ。はい、今6月でして、結婚式真っ盛りだと思うんですけど、ここでですね、以前やったことあったんですけど、中島みゆきさんの糸をさらに、多くの人たちが奏でられるように簡単バージョンにしてここにアップロードしたいと思います。はい、ですね、ウクレレ興味あるけど私にできるかなと、そういう方多いと思います。あとお友達に教えてあげたいなという方はですね、ここにリンクを貼るんで、それを教えてあげたり、それをご覧になってください。そこのウクレレ初心者はこちらっていうところを押すと初心者レッスンになってますんで、で300曲の私のレッスン動画の目次もなってますんでね、一回ここをクリックしてください。クリック。早速中島みゆきさんの糸、これはいい曲ですよね。まあ縦の糸と横の糸がこうね紡がれていくっていうね、素晴らしい歌なんですけれども、ですね、まず今演奏をねしようと思うんですけど、いつも簡単バージョン、難しいバージョンでやってますが、今回はね右手の弾き方だけの違いですんで、あんまり大差ないんですけどね、一個だけ、今回ですね、ちょっと最初に予習したいコードがありますんで、ちょっと見ておいてください。まず Am から Am、 次にねAmm7 っていうコードが出てくるんですよ。Am7 ですよ。もうメジャーだかマイナーだか、もうどっちかにしてくれよっていうパターンのやつです。はい。その Am7 っていうのは見ててください。Am ここでしょ。1個ずれてここなんです。4弦の1フレット押さえるだけ。こうです。わかります ?Am から1個ずれて Am7、1個ずれましたね。その次、Am7 っていうコードは全部離しちゃう。はい。これ今 Am7 っていうコードなんですよ。何も押さえない。ね、左手。その次 D7 です。 D7 っていうのはこことここですよ。こことここね、こう、ここの流れがね、ちょっと Am7 がちょっと出て、なかなか普段出てこないんで、そこ流れでやると Am から Am7、 Am7 行ってから D7 というふうになります。ここは織りなすのはというところですからね。じゃあここら辺のちょっとご注目していただいて、じゃあ、まずは最初は簡単バージョンの方からやってみようと思います。ガズレレオリジナルのちょっと短めのショートカットバージョンにして、サビ2回繰り返して、最後ちょっと盛り上がるように、なんていうかアドリブみたいなの入れてやってみたいと思います。いきましょう。1、2、3、4。なぜめぐり合うのかを、私たちは何も知らない、いつめぐり合うのかを、私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語、縦の糸はあなた、横の糸は私。さっきのところです。織りなすぬのはいつか誰かを、人は幸せと呼びます。じゃじゃん、こんな感じでやってみました。はい、じゃあ楽譜見てみましょう。コードの解説いきます。いつも言ってるんですけど、テロップを見ながらノートに書き出してくださいよ。その参考になるようにこの楽譜見せます。はい、見てください。ここ CCCG7 ね、なんか一見難しそうに見えるでしょ。これはなぜめぐり合う、1、2、3、私たちは、はい、私たちの他の時だけ G7 にしたいんですよ。 CCC
G7Am、こういう表記ですから1回だけ入れればいいだけだね。テンポゆっくりねんで、そこは難易度はそう高くないと思います。はい、で Dm とか、いつものおなじみのコード、まあちょっととりあえず最初はねメモしてね。じゃあ、4行目までここまでね。はい、じゃあここで一時停止。はいはい、じゃあ次の行はこっからここまでね。こっからもうここ最後サビを2回繰り返してるとこですね。はい、でさっき最初に説明した時はここです。織りなすぬのはいつか誰かを、ここですね。ここはい、 Am から Am メジャー7、 Am7 から D7、 はい、じゃあコードの解説いきます。まず C はいいで、ね、C はいい。基本的なところから押さえていきましょう。 F、Am、Dm、D7、これ親戚関係です。これガズレレ必須コードですよ。はい、よく見ると分かりますけど Am の位置全部一緒です。いいですか、 Am ってこれでしょ。 F、Am に、つまりここを足されただけ。Dm もほらここを消したら F になる。 D7 もここになったら Am になるでしょ。 Dm と F、まあこの辺の関係はね、ここにリンク貼っときますよ。ガズレレ必須コード、これだけは覚えてください。たった8つです。はい、で G7 と Em7、これはね兄弟です。なぜだの言うなら、ここを消すと一緒になっちゃうでしょ、これとこれ。はい、こういうふうに脳みその柔らかく、フレキシブルに考えていくとね、コードも分かりやすいんで。でさっき噂に出た Am メジャー7、ここです。 Am ここでしょ、1個ずれてるだけですね。 Am のこの赤い点がこっちにずれた。はい、で Am7 は何も押さえない、これラッキーでしょう。しかし Am7 は何も押さえないっていうこのコードには落とし穴がありまして、何も押さえないからやったーって思うんですよ。やったーって思っちゃダメです。思ってる時にも次のコードに行かなきゃいけないんで、あれあれってよくなっちゃう方続出ですから、 Am7 はその次のコードのことすごく意識してないとね、そこの間に合わなくなっちゃうんですよ。これここで言うとね、さっきのとこもう一回やると Am から Am7 でここです。あ、やった今話してるって思ってる時にすぐ D7 が来ちゃうからね、話したらもう D7 で用意をしながらやる。こういうふうに先を読んでコードを弾くのが大事だと思います。はい、じゃあここからはちょっとかっこいいバージョン、なんていうかな、しっとり落ち着いて弾けるようにアルペジオをやってみようと思うんですけど、まあ、私が最近おすすめしてる弾き方、ガズペジオっていう弾き方があってですね、こういう感じです。ここにガズペジオのリンク、やり方貼っておきます。このリンク見られない方はパソコンとかで見ると、見られると思いますので、まあ、あのガズペジオって検索してもすぐ出てくると思うんですけど、ね、ガズペジオですよ。はい、で、まあ、さっきの4つ弾きでももう十分だと思うんですけどね、皆さんこれ知ってる歌なんで一緒に歌ってくれるし、でもやっぱそれでもちょっとこうフィーリング込めたいって時はこのアルペジオでやると、ちょっとやっぱり曲調としてはこういうのが合うと思います。それでは糸の、かっこいいバージョン、ガズペジオバージョン、じゃあやってみましょう。1,2,3,4 なぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない、どこに
というような感じでですね、ガズペジオと4つ弾きをちょっとうまい具合にミックスして、その押し弾きをこう楽しむ、あとテンポもですね、その小説の後にはちょっとゆったりして、こうなんかこのテンポまでも感情表現に織り込んじゃうっていうような、ところもやってもいいと思いますね。なんかすごくやっぱり、気持ちがすごく入りやすい歌ですので、もう思いっきりこの歌詞の世界にこう身を委ねてじゃないですけどね、ちょっとチャレンジしてみてください。今のは一例ですからね、弾き方、いろんなもう弾き方チャレンジできると思いますので、その押したり弾いたりとか、そのなんていうの、力強かったりちょっと優しかったりとか、そういうなんていうのかな、うねりがすごく音楽で結構大事なところだと思いますので、そういう観点からもちょっと挑戦してみてください。もちろん4つ弾きでね、思いっきり弾く、これが基本ですよ。気持ちよく歌うっていうのはね。はい、そういうわけで中島みゆきさんの糸、この名曲をですね、やってみたんですけれども、やっぱりコードは簡単にして、もう歌のね気持ちをすごく表現力高めて歌うって、こういう風に持っていくと、またさらに音楽の楽しさが広がると思います。一人でじっくり歌うのもいいし、みんなで、ね、大きな声で糸を歌うのもすごいいいと思います。縦の糸と横の糸ですから、はい、ガズレレもそういうね、縦の糸と横の糸をつなぐように広がっていけばいいと思うんですけど、はい、ガズレレ公式ホームページ、ここにリンク貼っておきます。ここクリックしてください。はい、公式ホームページね、こちらにガズレレの情報がいっぱいありまして、ガズレレホームページ目を通してください。細かくいろいろ見てみると、いろいろ面白い発見があると思います。イベント情報は7月2日に代々木公園アースガーデンっていうイベントに出ます。ガズレレ1000人でウクレレ弾いちゃおう、こういうみんな来てくださいよ、1000人ですから、はい、はい、その、やる曲とかここにリンク貼っておきます。はい、その翌週7月8日は渋谷で東京カルチャーカルチャーというところでガズレレの大イベントやりますので、こっちもみんな来てほしいです。アフターパーティーも決まってます。後半にはね、関西の方行きますよ、神戸行ったり、22日は神戸、24日は大阪、堺、いろんなの決まってますんで、ぜひぜひ、ね、のリアルでも会いましょうね。はい、ウクレレ持ってワイワイしましょう。今回はこのくらいで終わりにしようと思います。じゃあ縦の糸はあなた、さよならガズレレでした、バイバイ。